お出かけするぞ。みんな準備は OK かい？ OK。 行くぞ。散歩散歩。シャカペコ行ってくるよ。うん。散歩だい。うわ、天気いいな。後で受け取る。ありがとうね。あー、マイク、カメラが。みんな大丈夫？こけた？仕事忙しいんだ、ともちゃん。あのね、納品間に合わない。捨て頃に間に合わせないといけないから先にね、業者行っちゃう。つまずいてる？ああ、大丈夫よみんな。行こうか。はあ、まだ茶色いな。だいぶ白くなってきたけど、ホワイトニングの効果が出始めてる。よいしょ、行くぞ。業者どこだ。歩いていくか。歩いていこうか。せっかくの散歩だから。めちゃめちゃ天気いいじゃん今日。一戸建てじゃないよ。一戸建てっぽい見え方するけど、アパートなの。多分一戸建てを改築したんじゃないかな。もともと戸建て、一戸建てだったのかもしれない。ここのさ、カバさんとか動物園、あの、遊園、ここさ、公園の遊具あったのに全部なくなっちゃったんだよね。すげえよ、道にこの狭い道路に遊具があったの。ジャングルジムとかなくなっちゃったよね。一戸建てに見えるよね、外から見ると。もうないんだよ、全部撤去されちゃった。いや、散歩日和だね今日はね。いい感じだよね。前あったのがね、そう、都市開発じゃん。オリンピック近いからさ、いろいろやってるんだよ。端末携帯じゃないよ、うん、パソコン。御苑近くまで、そうだね、御苑の方行くね。業者さん全部あそこら辺だから。あ、そうなんだ。ハニバルいらっしゃい。ちょっと見づらいね、外明るいね。ちょっと切り替えるわ。白飛びしちゃう。これで OK かな。あ、余計変になった。ちょっと待ってね、ホワイトバランスがおかしいな。どうだろう、うまくいった？カメラの画質が良すぎて飛ぶね。どうすりゃいいんだろうこれ。自動になってるでしょ。全部自動だな。OBS だね。いや、外配信できるね。条例ちゃんと読んだら分かるけど、外配信禁止なんて書いてない。
盗撮が禁止になったの。盗撮のエリアを一軒家に拡大したっていう。 4K の画質だけど放送自体はね、640×360 かな。 4K のカメラを持ってても意味がない。結局縮小するから、電波に乗せるために。カメラの性能が良くても結局使いこなせないと意味ないからね。 4K なんてやったらプツプツどころじゃないよ。1分の動画見るのに、多分みんなの携帯に1分の情報が届くのに10分ぐらいかかるもん。回線が追いつかない。電波の問題があるから。デーデーさんいらっしゃい。でもまあ高いカメラを使って、そのまあ他の配信よりワイドに映るんだけど、広角レンズみたいに綺麗に映るんだけど、それをそのみんなの携帯電話に届くぐらいにスペックを落としてるの、わずと。まあでも他の配信者より高画質に見えるはず。もっと臨場感出せるよ、回線の重くしていいんだったら。え、これ生放送かよっていう、テレビじゃんっていうぐらいにはできる。だね、それをやろうとすると多分ね、 YouTube ライブじゃないと無理だね。 YouTube ライブ、ライブで 4K 出せるからね、すごいよね。テレビよりも高画質な画像を今ネットで見れる時代だよ。やったらだから回線がパンクするからプツプツになるだけ、みんな見れなくなるだけ。別にやろうと思ったら YouTube ライブでできるけど。ありがとうともちゃん、ありがとう。アイテム、おー、バレニューいらっしゃい、久しぶり。そうそう、スーパースターね。でも横幅がでかいから、普通って75度っていう角度、要はカメラの角度から75度で、普通は45度の、これ90度撮れるから、要は道幅が広く感じるはず。他の配信者もっとこの辺でしょ、こんな感じでしょ。これがこう横幅が広く映るから、景色、風景映すのにはすごくいい、このカメラは。外配信すると分かるでしょ、部屋配信だと気づかないけど、画面に映る情報量が綺麗なはずなの。あね、640×360 の1個上ぐらいの出力でもいいかもしれない。ただね、画角が綺麗に見えるのは画角が広いからだね。この辺はね、もう使い込んでいくしかないよ。俺も5年かけてやっと、最初はね、あれだ、エンコーディングとかよく分かんなかったんだもん。ネット全く分かんなかったよ。ゆっくりゆっくり勉強したら使えるようになったから。だからこういう表現をしたいっていうのをさ、ちゃんと自分なりに持ってれば必ず追いつくから。数年かかったとしても、やっと自分のやりたい放送ができるようになったよ。今いい感じだね。おでこ綺麗。沖縄とかこれで撮ったらかっこいいよね、多分ね。まあこだわってますよ。そう、普通のね配信者よりもね、こうやって撮影してるから、脇をロックするとか、結構手ぶれがないはずなの、他の配信者に比べて。これはもうニコ生時代に鍛えられた。どうやったら見やすいかって、かすごい疲れるんだよ、
カメラマンに教わったの、カメラの撮り方。動画って脇を締めてこうやって撮んのね。そうすると手で持つとこうブレるじゃん。このブレが被写体が遠くなるほどすごくブレるの。だからこうやって、だから拳銃と一緒だよね。そうするとブレない。それを応用してる。パソコンのカメラの持ち方に。見やすいはずだよ。よしよしよし、そういう動画を撮りたい。やっぱり自分が見てる方に負担がない方がいいっていうのと、あと自分がその映像をそういう風に撮りたいっていう。はい、都庁前周辺ですね。今こんな感じです。白飛びするなぁ。画質が綺麗に映らないね。困ったもんだよ。なんか綺麗に映らないね今日は。調子が悪い。あ、わかったかも。これか。なんか調子悪いな。だいぶ行かないよ。白飛びするね、なんか。日差しが強すぎるんだと思う。逆光なんだよ。今日人、今日はね少ない。そんなに少なくないね今日は。うん、白飛びするね。気に入らないな。ちょっとセッティングするか。暗いところに行くといいんだけどね。ねえ、美人だね、美男美女で。イケメン。いや、分かってるでしょ、 YouTube とか。もう逆光補正をこっちにして、逆光にして、補正を、逆光補正、焦点ズーム露出、これでいいのか。これだな、多分ね、これでうまくいくはず。 YouTube 行かないな。まだこのカメラ使いこなしてないね。ヒルトンホテルだね、ヒルトン東京。ヒルトンおしゃれだよ。ネックレスはね、あの部屋の中でピンマイクつける時のホルダーだから、外配信の時はピンマイク使ってない。のんちゃんね、今日一緒じゃないよ。今日のんちゃんいない。コメント見てんじゃないの今。ロムってんじゃないの。ノリコピー。
場所どこだったかな。今日はちょっと遠くまで歩くね。暑い。のんちさんロム線じゃないよ。昔バンバンコメント書いてたけど、最近書かなかった。みんながいじめるからだよ。ババアとかさ、妖怪とか書くから、のんちさんもう嫌になっちゃって、傷ついて、それから見なくなっちゃった放送。昔は顔出しめちゃめちゃしてたし、あの普通にコメントむしろ主力勢だったよ。コメント俺にガンガン書いてたもん。もう放送嫌になっちゃった、みんなが叩くから。みんなっていうかアンチが叩くから。そう、かわいそうに。放送嫌いになっちゃった。大ファンだよ。のんちゃんだってもともと数年前からずっとコメント書いてたんだ。あ、みんな知ってるもんね。古いリスナーさんはコテハンが違うんだけど、フィリップっていう。今日はいないかもね。でもほら、映るたびにコメント書くたびになんか書かれるからもう嫌なんだって。かわいそうだよね。なんかほら、古いネット民の考え方はさ、画面に映ったものは叩いてもいいんだっていう考え方だから。余談のずっと前だよ。余談って名乗ったのふわっちでしょ。ニコ生でだってもうなんだ、もうトータルリスナー歴で言ったら、もう俺のリスナー歴で言ったら4年とかだよ。だからみんなはさ、付き合ってからののんちゃんしか知らないじゃん。もともと別のコテハンでフィリップって名前でずーっとコメント打ってたの。ずーっとコメント打ってたよ。だからもう4年目リスナー歴で言ったら。そうそう、人の痛みが分かんない人がね多いから、かわいそうだよね。俺ら配信者はね、叩かれてんの慣れてるからあれだけど、ネットとかで死ねとか書くやつとかも俺大嫌いなんだよね。そうそう、ラブラブ、あれ有名だよ。よく写真撮ってる観光の人が。そうそう、あれはね、モチーフで有名だし、写真撮られる芸術っていうのは受けてるってことだから、いいことだよね。一般の人でも分かるアートって。あ、変なわけのわかんない銅像を作るより全然いいよ。みんなに愛されるものを作ってる人の方が優秀だよ。まあまあ、ふわっちの方がいいよ今。普通常識のある人ばっかりだから。ニコ生のやつらはもうなんか叩いていいとか荒らしていいっていうのがデフォルトだから、当たり前に荒らすからね。マナーが全然なってない。タワー見えてきたね。ダメだ、映らない。
残念だけどごめん、日光が強すぎて画像が飛んじゃうね。人物写すにはいいかもしれないけど、風景写すの向いてないのかも。日差しがすごい強い、今日夏だよ。もう今日はチョコありがとう、ナノさん、アイテムありがとう。ねえ、ビーチにいるみたいだね。いや今日海とかね、散歩したら気持ちいいよ。海行きたいね、ちょっとね。すごい日差しだもん。ピーカンだよ、ピーカン。なんか海行くとさ、ずっと海入ってると子供の子さ、あの白い浜辺とかずっと見てるから目の色おかしくなるよね。あれってなんか青っぽいっていうか、わかる。ずっと海で遊んでるとなんか色彩感覚狂わない。俺だけなのかな。子供の頃よく目がバカになってた。また沖縄行きたいな。紫外線なのかな、何なんだろうね。なんでああなるのか分かんないけど、ずっと同じものを見てるからそれにピントとかなんか色彩感覚補正かけるんだろうね、脳みそが。あー、ゲレンデもそうなんだ。俺ね、スキーってね、修学旅行、小学校の修学旅行と、あとなんだろう、家族と1回だけだから2回しか行ったことないんだよね。だからゲレンデとかあんま行ったことない。あとね、なぜかね、あの遊ぶときは海にはいっぱい連れてってくれるんだけど、山って行ったことないんだよね、家族と。ハレーション起こしてる？そう、ハレーションが治らないんだよね。逆光でしょ？タカさんありがとう。そう、ハレーションっていう現象なの、その白飛びする現象。でもね、まだこの機材使いこなしてなくて、すごくあの高画質なんだけど、多分ね、これオフィス用のやつだからね、あの外配信にあんまり計算されてないんだと思う。外で撮る用じゃないんだよ、多分。だから開発側がね、あんまり外で使うことを想定してないような気がするね。駅に着きました。新宿駅ですね。駅ですねっつっても白飛びしてるから分かんないよね。多分ここに全部合ってるんだろうな。こっち側に全部合わせてる。ここをくっきり映すように作ってるんだと思う。今日は便利だよな、歩いてこんだけの距離でこんだけ大都会に入れるからね。これどうやったら治るんだろう。ごめんね、見づらいよね。ホワイトバランスが異常に高くなってるから、これじゃないな。どれなんだろう、原因わかんねえな。
そうだね。まあいっか、俺のかっこよさが伝わったらそれでいっか。どこにいるのかじゃなくて誰がいるのかだからね。プラスに入れたらってどういうこと？何をプラスに入れればいいのこれ？ちょっと調整かけようか。何をプラスに入れたらいいんだろう。何がこれを起こしてるのかよくわかんないんだよね。白く映ってるのホワイトバランスじゃないのかな。感じはするな。オートが起動してないんだよね。オートがダメだね、やっぱ。うまく起動しないね。規定値に戻すわ。ちょっと待って。何なんだろう。多分ね、光の量が多すぎるんだと思う。同じロジクールでもね、一長一短で。室内で撮るとこれめちゃめちゃ効果発揮するけど、外配信の時は使い勝手悪いかもね。露出がダメなのかな。まだこの機材のオーバースペックなのは機材の特性についていけてない。まだ朝飯食ってないのか。なんか食うか後で。何食べようか。日陰に入ると落ち着くね。日陰に入ると綺麗に撮れる。太陽が強すぎるんだよ今日は。
何食おっかな。コーメン食べようかな。コーメン、そうそう、レンズをこうやってやったらいいかなとかもいろいろ考えたんだよね。いや、なんて言ったんだろうと思ったらくしゃみだったみたいな。ゲイシュンって言ってた。ゲイシュンっていうくしゃみは初めてだ。風船ガムありがとう。世の中にはいろんなくしゃみがあるからね。AKB か。道でさ、ビラ配る行為って OK なんだっけ？あれ許可取ったら OK なんだっけ？許可なしがダメなのか。でっかい企業がやってるってことは大丈夫なんだよね。南口に着きましたね。新宿の南口、ちょうどだからバスターミナルがあるところだから、あの地方から来る人は馴染みがあるかもしれないね。南口です。ここは人が多いね。よくあのミュージシャンとかもストリートミュージシャン夜やってる。カメラ分かったかもしれない。ちょっと一回切るね。治んねえな。違かったわ。余計ひどくなったわ。余計ひどくなるってどういうことだろう。 USB の違うか。USB のスペックの規格の問題かなとか思ったけど違ったわ。全然関係なかった。全然関係ない。なんかあるんだよ、そう、新しい規格で高性能の USB なの、これ。だから USB 差し替えたけど何にも変わんなかった。残念だ。でも映像の良さを売りにしてる配信者だからなんか悔しいよ。腹減ったな。青い USB、 そうそうそう、ブルーの USB。 通信速度が速いんだよね。だから処理できる情報量が多い。あ、なんかキャスバー継続になったらしいよね。キャスバー昨日閉店だったんだけど、売り上げが40万以上上がったから続行になったんでしょ。すげえ、すげえ店だよね。なんか配信者みたいな店だよね。助けてください、お金ありませんつって花火くださいと一緒でしょ。なんか経営者が変わるんだよね。
いや面白いなと思ったよ。さすがだわ。すげえ昨日人集まってたもんね。え、何？あそこが好きなの？やってみる？雑談たぬきがね、閉店になったっていう。露出補正ね。露出を補正。露出がどれなんだろうな。明るさ、コントラストは違うでしょ。鮮やかさ、鮮明度って書いてあるんだよね。これじゃない、鮮明度変わんないもんな。ないんだよね。コントラスト、明るさ、ゲイン、逆境補正、ホワイトバランス。で、ホワイトバランスがちょっと高いんだよね。露出を下げるの、上げるの。露出下げてこれ。限界まで下げてこれ。だから多分ね、光を多く拾うカメラなんだと思う。今、限界まで下げてこれだね。厳しいね、ちょっとね。露出限界まで下げてこれだから、多分どうにもならんね。光を拾うカメラなんだよ、これ。ダメだったわ。残念。ありがとう、教えてくれて。ただ、これは飛びすぎだからな、いくらなんでも。明るさを下げる？あ、明るさを下げるとただ暗くなるだけだね。見づらい見づらい。映画の冒頭かよっていう。外配信の時は別のカメラ使うよ。室内ではこのカメラ優秀だから使い分けでしょ。ダメだわ、あかん。影に入った瞬間綺麗になる。室内用だね。でもね、逆にね、暗い部屋でも明るく撮れるんだよね。そういうもんなんでしょ。ここまで来た。そうそう、今ガンダムのガンダムオリジンっていうのアベマ TV で見てんだけど、ガンダムめちゃめちゃ面白いな。で、今映画が上映されててガンダム見たいんだよね。ガンダムザオリジン見た？みんな。すげえ面白いね。ハマりそうだよ。ああ全然全然、タカさん謝んないで、いろいろ教えてくれてありがとう。日英戦争の前なんだ。でもファーストガンダムはめちゃめちゃ面白そうだなと思って。ていうかファーストが
何曜日の何時からやってるか知らん。なんだったっけな、いや、アベマ TV の番組表に書いてあるよ。偶然見つけたんだけど、なんか今その映画のキャンペーンでガンダムザオリジン6話までなんかやってるんだよね。5話までかな。めちゃくちゃ面白い。アベマの、アベマすげえ頑張ってるよ。今ね、伊勢丹の前だね。伊勢丹の前、伊勢丹の建物綺麗だよな。伊勢丹の前に着きました。皆さん、伊勢丹です。繋がるんだ。リメイクすればいいのにね。めちゃめちゃすごかったよ映像。シャアがザクに乗ってこう加速するシーンとかめちゃくちゃ臨場感あった。新しくガンダムリメイクすればいいんだよ、今の映像技術で。面白いんだから。脚本そのまんまでいいんだからさ。じゃあ皆さん、そろそろ現場に着くんで僕はここでお別れしたいと思います。またね、打ち合わせが終わったら多分30分後ぐらいになると思いますね。はい、どうもこんにちは。皆さんこんにちは。世界の和道です。どうも。2018年6月の1日15時14分です。今ね、バックフラップの制作が終わりました。じゃあ帰りましょう。いい感じですね。いい感じでございます。何しよっかな。ご飯食べる？どうする？何しよう。迷うな。ありがとう、ひろちおさん。ガムありがとう。何しよっかな。さやちゃん全然来なかったじゃん。久しぶり。元気だった？風船ガムありがとう。忙しかった？さやちゃん全然来なかったじゃん。わあすげえ、車にデッドプールの超巨大なフィギュアがある。あれすごくない？すげえでかい。車にデッドプールが寝そべってる。見える？黄色い車、黄色い車にデッドプールが寝てる。すごいよね。何食べようかな。
忙しかったんだ。覚えてるよ。俺リスナーさんのこと忘れないよ。コテハンとサムネが変わらない限り俺は覚えてるよ。コテハンとサムネが変わったらもうアウト。アウト。何食べる？なんかおすすめある？おすすめ。おー、椎名さんはどつい。おはよう。どうしようかな。何食おう。ともさんありがとう。ワドツおはよう。方面が目の前にあるけど、でもせっかく配信ねつけたばっかりだから、配信しながら食べられるものがいいよね。みんなとコミュニケーション取るのがメインだし、なんか外で食べられるなんかいいのないかな。ともさんはだつい。どうしよっかな。今ね、新宿の駅の方にいるね。南口の方。ひろちおさんガムありがとう。何食おうかな、どうしよう。なんかないよ、おすすめ。新宿のんちゃんがそろそろ帰ってくると思うんだよな。捨て頃に間に合いそうだね。T シャツのね、納品はまた別なんだけど、何食おうかな。ありがとう、ひろちおさん花火ありがとう。はい、気をつけてね。ありがとうね。ご飯代の足しにさせていただきますが、ありがとう、気持ちいい。
どこで飯食おうかな。タバコ吸いながら外でこうつまめるものがいいな。タツヤ、タツヤってなんだ。タツヤってなんかうまいのあんの。タツヤ、タツヤの牛丼っていうのがあんの。知らないな。新宿。猫パンチさんいらっしゃい。かわいいサムヘンだね。タツヤって牛丼屋、うまいの。タツヤどこだろう。タツヤ、大きいにつにやってあるな。配信できなくね。安っ、あったわ、これだ。配信できないでしょ。え、なにこれ、牛丼うまそうなんだけど。タルタル鶏天とかうまそうだけど配信無理でしょ。迷惑かかるでしょ。外で食べれる方が。ここ今度行ってみるわ。安い、ここ美味しい。ジューシーもも鶏丼安いね。ここ今度行ってみるわ。ここの牛丼がおすすめなの。ここいいね、いいね。今度行ってみるわ。ありがとう。安い安い。あ、お客さん入ってるから邪魔になっちゃうからさ、外でタバコ吸いながらなんかこうつまめるものがいいかな。今度行ってみるわ。ありがとうね、小判さん。安くてうまそうだわ。なんか配信切りたくないんだよね。リスナーさんとこうコミュニケーション取りながらまったりできるのがいい。松屋と吉野に負けてない。個人店ででもあの値段で勝負するのはすごいよね。大変だよね。安いものをね、安くてうまいものを作ってる人に悪い人はいない。みんないいやつ。ありがとうね、小松さん、教えてくれて。今度行ってみるわ。いや、なんか B 級グルメいいよね。貧乏な時に助かる店とかいいよ。俺もそういうの大好きだから。いや、新宿であの値段は辛いよね。800円とかカツ丼とか取らないと採算合わないよ。相場800円とかあの値段でここのね、立地駅前でやったら。ありがとう、フクロウさん、アイテムありがとう。昨日も大量にアイテムくれたのにありがとうね。サンキュー。どうしよっかな。タバコ吸うか、とりあえず一服するか。今日なんか人が多いね。なんでなんだろう。タバコ吸います。今日は活気があるよ、人がいるよ、いっぱい。
何気さん新宿にいたことあんだ。さて何食べようか。何食べる？ご飯何にする？条件は外のテラスでタバコが吸えてつまみながら、高級感がある感じ。コンセプトそんな感じで行こうよ。高級感があってセレブな気分を味わえて外で食べれてタバコが吸える。何があるかな。サクセスを、サクセスだね。そう、セレブな感じを。やっぱりふわっち配信者は他のサイトの配信者よりもレベルが高いっていうのを知らしめよう。バーガー、マクダーナー行く？マクダーナー、あーはいはいはい、新宿で外配信するのね、珍しいでしょ。マクダーナー行く？マクダーナーはニコ生っぽいでしょ。ちょっと外で食えるのなんかないかな。外で食えるなんかある？なんかないかな。喉も渇いてきたな。世界の和道だからね、なんたって。どうしようかな。腹減ったな。モスバーガー、モスバーガー、モスバーガー、モスバーガーあんのかな。スターバックスがあるよ。スターバックスが、スターバックスでもタバコ吸えないかんね。ちょっとプラプラしようか。マムさんお疲れ。何食べよっかな。ここに出るんだ。こんなところに出るんだ。ここら辺なんかありそうだよな。なんか新宿住まいのリスナーいないのかな。新宿住まいの。新宿済みリスナーが全然来ないね。ダイニングデザートバーっていうのがある。すげえ、デザートバー、デザートバー、あ、デザート食ってるみんな。喫煙できんのかな外。誰もタバコ吸ってねえわ。デザートバーだって、配信はね制限があるからね。それは辛いところだよね。いやー、タバコ吸え、喫茶店でさタバコ吸えないとかいうところ、本気かよって思うもん。分煙でよくない？さすがに完全禁煙はやりすぎだと思うんだよね。店で吸うのはいいでしょうっていう。外はダメは分かるよ、百歩譲って。まあ、外はダメは分かる、分煙分かる。ただ完全禁煙は納得いかないかな。完全禁煙だけは納得いかない。8時ぐらいから
どうしようかな。パン屋さんでパンでも買う？いやーね、タバコ吸ってるのはなんか犯罪者みたいな扱いだからな。ケンタッキーフライドチキンもあるよ。ジャンクばっかりだな。ファーストキッチン。やっぱ外で食べるっていうのがないね、店がね。どこも混んでるからさ、スカスカの店とかで食いたいよね。なんだあの外人、わざとぶつかってきたんだけど。なんだあいつ。あ、バッテリーが切れる。大丈夫大丈夫。嫌なやつ。いや、わざとぶつかってきたんだけど。クソ嫌なやつだな。来るかバスとかありえないよね。何も取られてないよ。価値悪いね。なんか新宿で最近話題になってるもんね。なんかタックルかます、女の子にタックルかますやつとかいるんだよ、どこにも。変なやつって。財布はね、俺チェーンつながってるから大丈夫だよ。ADHD だからさ、なくしちゃうんだよ全部。あの重要なのはチェーンつないで。すぐなくしちゃうんだよね俺。よし、充電完了。風船ガムありがとう。アイテムありがとう。何食べようかな。歩き慣れてない道歩こうか。また文鳥見に行くの好きだね。いいパートナーに出会えるといいね。だいたいカゴいくらぐらいかな。白文鳥3,000円、東京だとね 4,5,000円、5,000円、6,000円するかもしれないけど、地方だと3000円前後で売ってるはずなんだ、ひなが。でカゴがね、だいたい6000円する。カゴもおすすめのサイズ教えてあげるよ、買うとき。カゴはでかい方がいい。あとツボスね。あ、まあトータル買い始め12,000円か15,000円ぐらい見とけばいいんじゃん。今日買う？
まあ1万2、3000円見ておけばいい。あのさ、エルビンさんさ、やたらどこどこって言うけど言えないよ。新宿のベッドショップだよ。あのお店の名前とか言えないよ、エルビンさん。あの俺ら配信者ってさ、あのアンチがさ、ついになんか悪さして電話とかするから、そう、基本的には言えない。あ、パイナップルかわいい。パイナップル500円だって、小さい。そう、基本的にはどことか言えないの俺らは。なんかバカな特定中とかがいるから。着いたな。うん、本当はね、全部オープンにやりたいんだけどね。アホのせいで配信がどんどん狭まってる。つけ麺屋安兵衛だって。入ってるの。腹減ったな。あ、ターリーヤここにもあるんだ。てか、ターリーヤ新宿に何店舗あるんだ。すげえな。ターリーカレーこんなところにもあるんだ。行きつけだよ、ターリーカレー。あ、ねえねえ、みんなさ、インド人って何食べないの知ってた？俺最近知ってびっくりしたんだけど、インド人って家庭料理で何食べないんだよ。あのね、カーストの上位の人の食べ物、高級料理の、なんて。よくよく考えたら、あんな釜作れないもんね、焼く。だからお店に入れる身分の人と、そのお店で提供されるものなんだって。だほとんどの国民、インド人は何食べないって。カーストの上位しか食べれないって。雨来るかもね。曇ってるね。ええー、だよね。インド人食べないっていうと語弊があるけど、庶民が食べれない、なんは。そうじゃなくて、ちゃんとお店に行ってご飯が食べれる身分の、カーストの上位の方の人が食べれる。家庭料理じゃない。知らなくてびっくりしたよ。ええー、だよね。なんだって。そこはナンはカタカナで書くべきだったな。卵味噌ちゃんいらっしゃい。いや、腹減ったけど何にも買ってねえな結局。ネットワークビジネスのモリンダあるから、モリンダでドリンクかなんか買ってく。モリンダショップで意識高いドリンク買う。モリンダ急激にでかくなったよね。はい、ナマステ。なんてこったっつって。うまいね。ナマステは違うでしょ。インドの言葉じゃないでしょ。ナマステってベトナムじゃなかったっけ。よくよく考えたら、そうそう、間違えてる。ナマステはインド語じゃないでしょ。何食べよっかな。昨日はサラダバー食ったかんな。昨日はね、シズラーのサラダバー食った、のりこと一緒に。サラダバー2000円だから。サラダうまかったわ。あのカリフォルニアで展開してるレストランなんだけど、シズラーサラダバーが人気なの。
あ、芸能人の藤井隆がね、シズラの大ファン。モリンダノニジュースか、タヒチ、え、モリンダってノニジュースだっけ。え、タヒチ&ノニってやつがモリンダに変わったの。モリンダの本社目の前だよ。え、ノニってノニジュースってタヒチ&ノニって会社じゃなかったっけ。モリンダに名前変わったんだっけ。ノニジュースあんまうまくねえかんな。おお、ホロミいらっしゃい、こんにちは。ノニ、あれどうだったっけ。タヒチ&ノニって聞かないよな最近。モリンダに変えたんだっけな。なんかね、だいぶ前、そのタヒチ&ノニのテスター、いや日本に入ってくる2年ぐらい前にね、テストのパック飲んだんだよね。あんまうまくなかった。嘘、歯大丈夫。モリンダだったっけ。え、タヒチ&ノニーじゃなかったっけ。これがモリンダなんだけど、モリンダって書いてあるでしょ、目の前のビル。会員になってこようかな。ネットワークビジネス始めてリスナーさん勧誘していい。ダウンラインに入らない。ダウンラインに俺と一緒に成功しない。ネットワークビジネスの信者が言う成功っていう言葉嫌いなんだけど俺。タヒチ&ノニなんだ。え、モリンダがノニ始めたんだっけな、覚えてねえな。セミナーして、いや俺すぐあれだよ、トップリーダーになるのすぐだよ俺。だって俺直の勧誘1ヶ月で50人だよ。えぐいでしょ。ネットワークビジネス始めて1ヶ月で直50人、3年後に4800人のダウンライン作った男だよ俺。余裕でネットワーク全然稼ぐ自信あんだけど。あれ、いいっす、こんにちは。余裕だよ。ネットワークビジネス超得意だから、今やっても何でもうまくいく自信あるよ。1年ぐらいで多分食えるようにはなるんじゃない。あ、ニュースキンもあるからね、新宿。どっかポジション取ろうかな。でも今更ネットワーク始める気ねえんだよな。意外と取り分少ないから、やっぱ 10% ぐらいだからね、言って売り上げの売上の 10% じゃ動き気になんねえよな。これだ、ノニジュース。本当だ、売ってる。これ1本いくらするんだろう。合同会社で経営してんだね。これだよ、ノニ、あの栄養価高いやつ。酸っぱいんだっけなこれ。いくらで売ってんだろう。ノニジュース。おい、あれほら、タヒチ&ノニって書いてあるじゃん。タヒチ&ノニ。ほら、やっぱモリンダ合ってるよ。なんか俺があの話聞いた時はタヒチ&ノニっていう会社なんだよ。だから会社名が多分モリンダに変わってんだよ。ほら、タヒチ&ノニって書いてあるじゃん。ね、やっぱ間違ってなかったよ。何に聞きますって言ったら一発アウト。薬事法に引っかかって一発アウト。そんなこと言うやつ俺ダウンラインから弾き出すよ。しかもレストランも展開してるね。ここで食ってく。本社レストランあるよ。でも会員さんが使ってんだろうね。
なんかカリフォルニアロールみたいなのって、え？売ってたな。今何時だ？ 15 時か。あれだな、都庁の食堂も閉まってるな。都庁の食堂ね、医師の連れてったらすげえ喜んでた。ありがとう。多分あれ1本3000円ぐらいするんじゃないのかな、のにジュース。なんか栄養ドリンクが今流行ってんだよね。あのアムウェイも栄養ドリンク売れてるの、エナジードリンク系が1本300円とか。なんで水なの？俺今日朝から何も食べてないよ。お腹空いたよ。テレビ CM やってんだ。なんかあれ、ショールオナウジーニョ使ってたよね、2年ぐらい前ね。ロナウジーニョを使ってた。なんでセグウェイに乗ってんだろう、あの人。パチンコ屋、あそこでよくスロット配信やってたんだけど、通報入って使えなくなっちゃった。店長 OK 出してたんだけど、なんかそれの上のなんとか協会みたいなところに通報したバカがいて、ごめんって、アドさんごめんって、放送できなくなっちゃったよっつって。バカだよな。今のパチ屋、あそこ店長がね、なんか和道さんだよねっつって、うちオッケーだよって言ってくれて。でもアンチがねバカだから。チルアウトっていうリラクゼーションコーラ、どこで売ってんの？チルアウト？何リラクゼーション効果って。コーラ飲んだらアッパーになりたいんだけど。いや今買おうよ。どこで売ってんの？チルアウト。コンビニで売ってんの？腹減ったな。いやマジでこっち何もねえぞ。どうしよう。都庁まで来ちゃったよ。優柔不断なのが困ったもんなんだよな。選べないんだよスパッと。売ってるんだコンビニで。買おうか。じゃあチルアウトね。コンビニ行くわ。普通に売ってる？どこのメーカー？え、それプラセボ効果なんじゃないの？ちょ今下降りるわ。地下空間に降りる。チルアウトコーラ本当にリラックスするの？嘘でしょ。騙されないよ。そんなわけないよ。コーラなんでリラックスするはずがない。俺は分かってるから。電波大丈夫？地下っつってもあの地上みたいなもんだから。新宿は2階建てだから。地下空…あ、電波ねえじゃん。マジか。ダメか。ダメか。ダメなのか。ダメか。
メだな、ダメだ、電波ないわ、コンビニ行けないダメだないや、タムタムダメだったね、行けると思ったけどダメだったわ。これがあるからね、配信者電波ないと何もできないから、ダメだな。 LTE 回線だといいんだけど、最近ね LTE の回線ね有料プランなんだよね。今復活したはずね。ただいま、コンビニ行けなかった。電波がないと何もできない男。チルアウトってなんかエロいね。疲れたな、結構歩いたぞ。あれ、なんかメール入ってるな、なんちゃら。ドレさんだ、ドレさんから練習会が来てんだけどドレさん俺の放送絶対ロムってるなあのドレさんからイベントのお誘い来たんだけど普段はドレさん分かりやすいな、この前文句言ったじゃん、おいドレの野郎、ヒカル君に媚び売ってよ、俺にはお前は来んのかとか言って、俺行かねえよとか言ったじゃん、覚えてる？前回ね、そのステコロの練習会あって、そうオフ会で、オフ会っつうかヒカル君と俺とドレさんと和田さんで飯食ってる時に、ヒカル君ベタ揉めで、ね、一緒にレギュラーでやろうよみたいな感じでヒカル君にガンガンこび言って、で俺に、俺の誘いは、あ、和田てめえ暇だろうみたいな、お前も来んのみたいな感じだったら、行かねえよっつったの頭に来て、そしたらさ、今回の誘いのメール、お疲れ様です、練習ご都合はいかがですかとこんなメール来たことないんだけど、ドルさん分かりやすくて超可愛いんだけど、どうするお疲れ様です、前回と同じ場所で練習会やるんだけど、ご都合いかがですか分かりやすいわ、見てたんだね俺の放送で、俺が愚痴ってるのね。どうしよう可愛いドルさん、漫画のキャラクターみたいだからね、わかりやすいよ。都合なんかないよ、俺全部気分だよ。腹減ったなぁ。おー、ダンボールいらっしゃい、ここダンボールあった場所だよね、覚えてる？初めてダンボールと会ったのこの辺だよね。アイテムありがとう。次のライン来るまで様子見てる、見る。昨日ずっと一人で喋ってた？ドレさんはずっと喋ってる。だって俺とのんちゃんとドレさんで焼肉行った時なんか、俺とのんちゃんが出口に歩いて行ったんだけど、ドレさん靴履きながらずっと一人で喋ってて遠くから見てて、もしかしてあの人ずっと喋ってるっつって、ドレさんはやばいとか言ってたよ、のんちゃんが。ドレさんは誰もいないところに向かって喋ってるよ、和道さんとか言って靴履きながら俺らがいなくなるの気づかなくてずっと喋ってる2分ぐらいね、わかる、うん、ひょっとこ何食べよっかな。あ、石野の家がある。石野多分あそこに戻るはずなんだよね。あそこの橋の下、高架下が石野の縄張りだから。あれ、田中さんいない？え、田中さんいない？あれあれ、田中さんいない？え、あれ、撤去されてる？田中さんがいない。あれ、どうしたんだろう。もう全員いなくなったのかな。オリンピックで追い出しが始まってんだよね。ちょっと見てみるか。
んな移動開始してるからね。強制だね。まあしょうがないから見に行かなくていいか。前々から聞いてたから、もうここいらんなくなるかも。お引越し、そう、代々木公園も撤去。もともとあそこの辺にいる人だと新宿の中央公園に住んでたの。公園内から追い出された人だと。なんか全然人いないよ今。都庁かっこいいなぁ。ズデーン都庁、俺が一番好きな建物。丸い輪っかで囲まれてるのがかっこよくない？ぐるーっと丸く囲われてて、でこの丸の円の先にはドーンってキャッスル感。これ絶対さ変形してさ戦うでしょ。ガンダムになるでしょこれ。都庁のデザインした人は優秀だよな。出演料3万円ですとか返信するとマジで切れそうだ。ドレさんって結構本気にするから、ドレさん結構ナイーブだから。で今ほらライバルがいないじゃん。前はうなちゃんマンで、その後便所さんになったでしょ。だから変にいじるとあの敵認定されるから、敵認定、敵に回したくないんだけど。あのガチの人だから、ピュアミンだから。ドレさんは冗談通じないんだよ。キングギドラに破壊されたのマジで。これを破壊するなんてすげえな、キングギドラマジで。キングギドラそんな強いの？ KW 社員と誰だ、キングギドラって誰だっけ。 KW 社員と、なんだっけ、なんだっけ、ジブラか。ていうかこの丸い通路作る必要あんのかね。これ何なんだろう、この丸いの。何の意味もなくない？ただの通路なんだけど、なんでこんなの作ったの。この丸何なんだろう。久々に見た？もう引っ越しちゃったもんね。何食おうかな。アップル本社がバカった。アップル本社めちゃめちゃかっこいい。あれさ、フリーザーの宇宙船でしょ。アップル本社のかっこよさ異常だよ。あ、そうなんだ。通路っていうか丸い輪っかになってんのこれ。これがぐるーっと囲んで都庁がバーンってあるの、こうやって。だからただの通路の丸い。これ何の意味があるんだろう、丸いの。これ何のために作ったのかよくわかんない。デザイン性だけだから、まあかっこいいからいいんだけど。この風景は公園が、中央公園、スケボーやってたやつね、シャドーボクシングの。パパ活ならペイターズ。パパ活？パパ活を押すの？すげえな。パパ活ならペイターズって車が走ってる。何がパパ活だよな、援助交際じゃねえかよな。よくパパ活とか言って堂々とさ、こんな昼間に宣伝打つよな。マラソン大会あそこで回んの、ぐるぐる。レールガンになんだ。夢がある。お腹すいた。
腹減ったよ。5時になっちゃう。マジか。夕方か、もう。のんちゃんもう家にいんのかな。チルアウト買っておいてもらったらって、どんだけチルアウト飲んでもらいたいの。どんだけ。あ、でもさ、ペプシのコーラ味変わったの知ってる？ J コーラって言って、なんかね、香りがね、日本っぽいっていうかね、変なコーラ出してる。ペプシのね、味変わってるんだよ今、 J コーラっつって。 J コーラ俺結構好きだよ。多分ジャパンの意味だと思うけど、香料が変わってるんだよ。何の香りだったっけな。普通のペプシ飲みたいのに普通のペプシ売ってないんだよ。チルアウトは買うよ。ちょっと待って、 J コーラうまいよね。ちょっと癖が強いけど、なんで普通のペプシ売ってねえんだろう。いや、缶ペプシが一番うまいよね。普通のペプシ売りゃいいのに。ペプシ結構尖ったやつ出すからな。桜フレーバーとか。コカ・コーラはでも悪魔の飲み物だからな。めちゃくちゃうまいからな。普通の缶ペプシだ。コンビニで今 J コーラっていうのがペットボトルで売ってて、なんか香料がね、少し癖が強くなってる。はい、師匠いらっしゃい、ワード2。なんかキュウリとかさ、青とかね、ブルーコーラとか。でも俺ブルーハワイのあの味好きだから、全然青抵抗ないけど。でもまあね、人工甘味料っていうかコーラとかはさ、全部すげえ綺麗な人だから。今覗いてたさ、インド人めちゃめちゃ綺麗だったんだけど、めちゃくちゃ美人だった。目があって、ちょっと2秒ぐらい見つめ合ってしまったんだけど、安室奈美恵みたいな顔してた。インド人、ほんと世界で一番美人って言われてるのはインド人だからね。めちゃめちゃ綺麗だった。多分ね、俺やっぱ世界クラスのやっぱイケメンだから、美女と目が合ってしまったんだ。ワールドワイドはイケメンは。何の話だっけ。チルアウトうまいの。
コーラ飲むんだ。薬なんだ。でももともとまあ炭酸飲料ってね、薬で薬局で販売してたもんだからね。ブルーコーラってやつ。のりこと飯食いに行こう。世界ののりこと世界の和道はご飯食べるよ、家に着いたら。だからのりこと俺は子供生まれねえって何回言ったら分かんない。家近いよ、もうすぐ。ヒットマンいらっしゃい。おにゃかが減ったよ。のりこご飯食ったのかな。そんなに近いの、すずめさん。結構ね、近所に住んでるよみんな。新宿のリス、新宿やっぱ人口多いなっていうのをつくづく感じるもん。世界は狭いよ。It's a small world だよ。いいね、ラーメンね。マジで、多分ね、本当に知ってるだけでこの辺の近所に住んでる人ね、10人ぐらいいる。本当にみんな近い。ご近所さんばっかりやん。あと元住んでた人もいるし、世界は狭いよ。えってなるよ。焼肉食いてえな。肉食いてえ、肉。いきなりステーキ苦手なんだよね。すげえがっかりしたんだよ。正直言うと、あの価格帯だとステーキガスト、あ、ステーキガスト食いに行こうかな。ステーキガストありだね。ステーキガスト行っちゃう？そう、いきなりステーキよりもステーキガストの方がうまい。俺はちょっとがっかりしたよ、いきなりステーキは。なんか雑だった。ステーキガストのね、赤身のね、肉柔らかくてうまいんだよ。銀梅さんがやたら押すじゃん。肉丸ごとって何？肉丸ごとっていうワードがわかんないな。なんだろう。丸ごとじゃ、え、丸ごと？カットステーキかどうかってこと？
肉丸ごとだね。いや肉の塊って言われても分かんないけど、ステーキって肉の塊、ちょっと分かんないわ、スズメさん。ちょっと何言ってるか分かんないわ。いや普通のステーキだよ。カットステーキもあるし。いきなりステーキなんでみんな好きなんだろう。俺ランチタイムに行ったけど米ボソボソだったし、なんか米がまずくて、なんかあんま好きではなかったな。いやステーキだと思う。あーステーキだよ、ステーキだと思う。いやステーキの話してんだから。じゃあガストのステーキじゃないよ、ステーキガストっていう系列あるの、ステーキ屋さんがガスト系列で。油、いや油っこくなかったな、肉が悪かったのかな。マイルな、あれはねうまい仕組みだなと思った。経営者頭いい。なんか肉をポイントで全国で競ってんだよね。そうそう、ガストのステーキ専門店があるの、そこは結構美味しい。価格帯にしてはね、なかなかいいよ。あのマイルっていう仕組みは面白いよな。全国何位とかあるんだよね、ステーキのグラム数で。どんだけ肉食ったか勝負。いや結局飲まず食わずで家に帰ってきちゃったよ。俺もああいう子供だったな。わかるよ。なんか見えないアイテムを手に入れるんだって言ってた。一人で。わかる、すげえわかる。妄想がほとばしってる。いやわかるよ、俺ああいう子供だったから。要は妄想の世界が現実に影響を及ぼしちゃって。たかしくんだよ、たかしくん。一人ごとでなんか僕は見えないアイテムを手に入れるんだって言ってた。多分冒険してるんでしょ。わかるよ、あの子と同じ。俺もああいう子供だったよ。まだ言ってる、まだ言ってるな。かわいい。いや結構いるよやっぱ、うん、いや俺そういう子供だったから。みんなにもあったでしょ、そういう時期。ボソボソ、一人で妄想、一人ごっこして。イマジナリーフレンドがいるんだよ。シャイエ着いた。鍵バレてるって何？そうそう、一軒家みたいに作るよ。タイマーのんさん、お腹減った。何も食ってない。俺食った、なんか食べてない。何食べる？のんちゃんご飯食べ、あ届いてるカメラ、ありがとう、受け取ってくれたんだ。よいしょ。何食べる、のんちゃん。あ何食べようか。車できた？電車。電車か。何食べる？熱い。なんか飲み物ない？
お、Jコーラ、噂のなんかね、癒し系のコーラがあるらしいよ。なんつったっけ、バレーニョ。これうまいよね。なんだろう、シナモンっていうかわさびっぽいというかね、うん、これがそのさっき言ったペプシの J コーラってやつ。これは嫌いじゃないね。ありがとう、のんちゃん。チルアウトコーラって言って飲むだけで幸せになって安らげるコーラがあるんだって。いいな、うん、おすすめらしいよ。何食いたい。冷蔵庫なんもねえな。最近自炊してねえかな。ステーキガスト遠いもんね、車なかったらね。何がいいかな。のんちゃん何食べたの。のんちゃんはまだお腹空いてない。腹減ってないの。飲んだったからコーラ飲んだ。ラーメンじゃないよ。タコスうまいよね。俺は今ステーキガストにめっちゃ行きたいけど遠いのね。もうコンビニ弁当とか飽きたんだよね。コンビニ弁当、オリジン弁当、スーパーの弁当飽きた。もう鍵置いてんじゃなくてね、下水の蓋がガバガバなの、住んでる時から壊れてて、もうボロい家なんだよ。そうだよな、6万だもんな。新宿じゃ破格の物件だよ、うん、風呂がやばいわけじゃない。ていうか水道がね、ずっと流れっぱなしでね、水道代1万4000円とかいっちゃうんだよね。隣がね、あ、一軒家なの。一軒家で、なんか、会社なんだよね。な、朝方とか昼間、ずっとこんな音してる。多分大工なんだよね。木材加工してんの。まあ、俺もなかなかの騒音野郎だから。いいんだよ、持ちつ持たれつで。うん、そうそう。ていうか俺が一番の外事だと思うよ。のんちゃんはこの辺のことエリア5って呼んでて、エリア5はヤバい気違いしかいないっつ。ねえのんちゃん、うん、外事外事。夜中パソコンに向かってずっと喋り続ける外事と、そう、まあ安いからね、しょうがないでしょ。でも結構俺プリンセスガーデン気に入ってるよ。やっと手に入れた居場所だからね。やっと帰れる家だから。てかなんでさ、配信者のさ、アパート名とかマンション名ってみんな有名なんだろうね。うなちゃんマン KW でしょ、 KW レジデンスでしょ、なんだっけ、ドレさんのところなんだっけ、パレスティデュオだっけで、俺のプリンセスガーデンでしょ。なんでリスナーがマンション名覚えてんだよっていう。
いや気ままだよ。のんちゃんはベッドの上でこうやって座ってる壁の方向いてるのんちゃん猫背、うん、あ、いいじゃん桜、うん、たまに気晴らしてね、いいじゃんいいじゃん。ペカレペカレ、スーパー行ってのん飯作ってもらおうかな。何がいい？あーでもね、もうあースーパーで弁当買って夜のん飯にするか。腹減って倒れそうだよ俺。朝からずっと作業して、今あのバックフラップってあの横断幕バックドロップか作ってきた、うん、物販の。じゃあ皆さんお疲れ様です。僕はご飯休憩を取りますんで数時間配信しません、うん、のんちゃんの背中闇が深くないでしょ。似合うよねやっぱり引きこもりのオーラが出てるよねやっぱ引きこもり10年プレイヤーになると背中から哀愁。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう